はい、良い風景です。浜辺の窓初潜りやってます。25回から前回合成うまいこと言ったかな。で、食料がまずいですね。参った食料稼ぐどこではないぞ。これ稼ぎに失敗したんですね。まさかの稼ぎ失敗。状況これどうしようかな。これが確実に呪われてないんですね、確か。はい、おーんす、どうもでーす。あ、縦作業機入ってんだな。そっか、じゃあますますこれいらないわな。こう置いてこう。で、陰は、はい、会心、混乱、金縛、目つぶし、水星特攻、一つ目特攻ですね。なるほど、サビは食らうんだな。でも水星特攻あるしね。よし、あ、また拾っちまった。これいらないんだって、これ。これマジいらん。で、あ、札ゾワゾワ。これね、よし、あの部屋確認して、食い物があるかもしれないしね。マジで食い物、食い物ネックだな。復活装とか使いたくないぞ。ないんか部屋。チキショー、部屋ないんじゃないか。引き返す。あ、待って、左あるか部屋。あ、あるな。左下部屋あるっぽいな。ちょっと見えてないですかね、配信画面で。左に光点が、あ、ギリギリ見えてるか。今若干左の方切ってるんだよね。こっちの方が大きく見えると思うんで、太陽のマークが出てる、いつも出てるとこね、切ってるんだよな。試しに、実験的にね。アイテムないんですね。もういいや、行こう行こう。あ、北速だってきた。満腹度あと67か。おにぎりじゃなかった。まあおにぎりでもいいけども、バナナないとな。積んじまうぞこれ。せっかく合成うまくと言ってんのにさ。26回、盾か。食えるもん来てくれ、マジで。食えるもの。思い立ていらないよ。あ、だけど陰入ってるか。いいじゃない。や、修正値あるかもしれないか。どうしたもんかな。一応持ってってみるか。食い物ないか、マジで。お願いだから食い物。ちょっと罠確認してる感じじゃないね。合成どうしよう。濡れた膜の乾かないですね。どうしようか。合成、壁抜けは外れないな。よし、じゃあこれ投げて。ちょっと修正値あるかもしれないからね。挟まれないといいんだけど。あ、挟まれたよ。まあいいや、しょうがない。げ、ちょっと何この状況。くそ、どうするか。すげえ危険な状況になってしまったんだけど。ゾワゾワ。エリガガン、どうしよう。ひぃ、勘弁してくれよ。どうするか。川、あー、倒した。いや、
弱、弱どうした、あったあった、まだいるだろう、なんかひぃぃぃ、なったかなったか修正値入ったみたいだないやちくしょう、まあ結果的には良かったかもしんないけども、どうすかね、水があるとかいらないからさ、食い物マジでこいつうまそうだよね。お、やったー、会心、初めて見たね、カバーのような巻物。ちょっと巻物確認とか怖いね今、どうしようかな、識別出るまで放置にするか、引き寄せとかあるみたいだからね、引き寄せの巻物というものがあるらしいから、攻撃力が高くなったはいいんだけどさ、ちょっとまあ復活があるからね、まあまだまだなんとかなるかもしれないんだけど、上から行くか、あいつ放置しよう、ないかな、ないんかい、ないの、食い物真ん中に部屋あるかな、そこ行ってみようか、敵多いな、バナナの巻物ってありましたね、そういえば。白紙使うか。でもこれ、最後の緊急回避手段なんだけど。バナナって出たのかな？バナナの皮なんで食えないんでしょうね。これ絶対食えると思うんだよね。だって普段さ、雑草とか食ってんじゃん。泥だ。ちょっと泥危険だからな。しかし一撃。あー、なんかうまげなやつが来たんだけども。何この大量発生、食料なんですね、もうないです、食い物で、腹減ったっていうのも時間の問題ではないかな、食い物出せよお前ら、すげえ一発だ、コッパ食うしかねえな、そろそろ、試練2でかなり我慢したんだけどね、金庫入らねえ、あ、待てよ、修正値あるかもしれんか、困ったのはいいっすか、 HP も回復するしね、困ったかもしれないよね、もしかしたらこの辺が、読んでみよう、これ持ってこうか、修正値があるかもしれない、今だったら思い立て入れてもね、印が入らないはずだからだよな、うん、だけどさっきみたいな危険な目に遭うの嫌だな、でもまあいいや、どっかで放出する形になるかな、盾は、よしよし行こう行こう、本当はこの辺で稼ぎたかったんですよね、ん、思い立て、思い立てはなんか腹減りが早くなるんですよね、今装備したら大変なことになるんだけど、今陰は入らないはずだからね、陰いっぱいなんで、それともさっき拾ったやつですか、なんか拾ったっけ、あ、金庫の盾、これ金盗まれないとか言うんじゃないかな、金庫はね、盗まれないみたいですよ、だけどまあいらないかな、本当はここで稼ぎたかったんだが、バナナ変化だっけ、あいつどこ出るんだっけ、そろそろ出ると思うんだけど、あれ店があるみたいですね、二択屋かな、それともここ27階か、あ、28階からバナナ変化ですね、でもあいつに握ってもらうとかいうのは嫌だな、なるべくやりたくないな、なんか腕っぷし強かった気がするからね、だけどあいつバナナ落とす確率があるみたいで、なんでそうなるかな、しょうがないな、どうしようか、上に抜けたいけどな、しょうがない、壁に入る、め
つぶし混乱になった。ちょっと上抜けるぞ。来い。どうしようか。あ、こうなってんの二択屋だ。はい、なるほど。ちょっと今回食料、あ、壁入れないかい、ここ。そうなのか、しょうがない、相手にするしかないか。よしよし、金払っとこう。どうしようかな、もう最後にやろう。あ、そうだ、一択屋確認しました。一択屋と呼ばれるテクニックがあるみたいなんですけど、あ、白紙来ましたね。最悪白紙の負けの食っていくしかないわな。手札の石6個、石欲しいけどな。石43個とかいらないよな、来ないな。まあいい、置いとく。石いらない。あ、しまった、くそ。偉いぞ、偉い偉い、お前はマジで偉い。こうしようか。あー、どうしようか、もういいや。うわ、やられた。仲良く並んでるか。よくないっす。よかった、こいつで。よかった。デブ石のが優先。だよね。まあ、どっちでもいいかなと思ってね。向こうのが威力あるし、ホーミングをするんですけども、数の問題でね。だからといって石いっぱい使うってわけじゃないんだけども、どっちでもいいかなと思いましたね。倒せっかな。すげえ、一発だ。で、こいつどうしようか。ちょっと合成とか今やりづらいよな。倒す。よし、ちょっと回ろう。あと 23% か。あ、やった、来た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 。交換交換。あ、待て待て、お腹に入れますわ。来たぞ。動かず、動かずってのは常時装備の方がいいのかな。ドレッドラビという危険な敵がいるみたいで、そのためには必要みたいなんですけど、出る階層では常時装備ですかね。まあ、どの道きつくなるな。そんなもん、常時つけなきゃいけないんじゃ。一発撃っとこう。じゃないと死ぬか。覚えたての修正地。あるかもしれないよな。錠前に合成してみるか。そんなことやってる場合ではないんだけどね。あ、胃に入っちゃったか。まあいいか。結局これ使わなかったな。あ、チキショー、金払ったのに。金庫ですか。いや、金庫まずとかかったね。で、バナナ変化、あれ、こいつバナナドロップする確率があるみたいですから。なんか微妙な組み合わせだな、これ。くそ、とりあえずバナナ変化だけど差し支えても。目つぶし、くそー、なんだこの数は。
あ、ちょっとまずいぞ。札使うか。睡眠リア。くそ。しかし金は拾うと。クロプキンがマジで邪魔なんだが、来い。そして食い物を出せ。あ、倍速か。ちょっと待て、久々に見たぞオーラ。どうしますか。矢を一発、剣一発で倒せる。よし。食い物、違う、金だ。金いらねえっつうの。もういい、金なんか拾わない。金なんかいらねえ、そんなもん。金なんか大嫌いだよ。そう、俺の大好きなバナナどこ。石か、畜生。手蓋の石。まずいぞまずいぞ。バナナ変化どうした。ちょっと待った、左のなんだ。巻きも眠か。ここだったら引き寄せがあっても。カバ、あ、バナナかもしれん。バナナ出たのかな。ちょっと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 待て。カバだっけ。バナナ、え、なんだった。あ、壺蔵台か。くそー。猫、バナナ、これはバナナ。やったー。やっためちゃくちゃ嬉しい。いや、これは嬉しいね。本当に嬉しい。ちょっとアイテム確認しよう。他にないかな、バナナの巻物って。バナナの皮なんだねこれね。よしよし、金庫これ入れときゃよかったですね。しっかり忘れてたよ。まあいいや。オーラ消しか。あ、そういえば、あの、白紙の巻物入れ替えとこ、ここに。ちょっと呪われるかもしれないしね。壺が呪われると、あの、使用できなくなるんですよね。中身使用できなくなっちゃうみたいなんで、ここに入れとこう。大事なものだから。これほんと書き込めるかな。あ、置いてどうする。と書く、選びますね。どこまでやれば、実際に書き込んでみるっていう風にやらないと確認できないんですかね。あとは見せで確認するぐらいか。なかなか封印っていうのが、ね、難しいですね。バナナくれ。やった、偉いぞ。青いけどな。どうしようかな。チョコに入れたいけどすぐ食べるかもしれないからな。どうしようかな。バナナ変化が出る階層、これ粘るべきなんでしょうか。やはり。間違った。どうしようか。行っちゃおうか。うん、行っちゃおう。ちょっとあの、稼げとか言って、ひどい目にあったからな。あ、そっち行くのか。ちょっとせめてバナナ変化を倒したい。こいつ雲をドロップしてるって。
とナイスだよな。えらい。マジ、えらすぎる。かなり好きですね。もう一体いただろう。どこ行っちゃったかな。本当はここで稼ぎたかったんだけどな。じゃあ行くか。行こう行こう。29回。あ、乾いた。鶏の巻も、なんだかよくわからないやつか。いや、おにぎりね、レアアイテムとして存在するんですよね。ん？回復の瞬き？ちょっと勘弁してよ。こいつフェニックスだな、きっと。プチフェニックスみたいなもんですね、きっと。で、かぼちゃか。こいつは腹減っても、あ、そうなんですよ。腹持ち入ってないんですよね。腹持ちなんか、店見かけたっけ今回って。今回2回目の先行なんですけど、もしかすると1回目かもしれないな。見つけた。あ、バナナだ。ダチョウの巻物、黄色いバナナ、ありがてえ。あ、これプキーナ、もっときつくなるかなと思ったけど、そんなこともなかったですね。腹持ちですか。なるほどね。そうでしょうね。まあ、基本的に、飢えづらいダンジョンなんでしょうね、ここね。陰に、食料対策とかできないみたいだから、なくても基本的に問題ないところなんでしょうね。水金は読まないでおこうか。てか、水金もいらないんだけどな。豚足？ビリケ。オーラ消し。あ、そうですよね。というとも回復の腕はないんですよ。気配。ビリケン確認しようか。あとオーラ消しもう一枚あったよね。てかいらないんだよな、オーラ消しな。適当に読んじゃっていいもんなんですかね。どういうもんなんだろうな。ここもいいじゃないか。行っちゃう行っちゃう。いや読んじゃおう。まあ、次行きますけどね。薬草か、どうしようか。飲んじゃおうか。腹の足し。下からなんか来る。あ、ちょっと待った。だいぶいける。そうか。あんまり見ないけど、まあいいや。すげえ、一発だ。今は危険だったかな。クリアできる引き？そうっすね。でもただ俺の場合、油断するとひどい目になるからな。ぶっちゃけいい引きだと思ってるんですけど、なんか来る。そうか。敵
左のやつは待つか。ゲゲン、ちょっと重すぎる。重すぎるよ。サイン欲しいなぁ。あ、間違った。よし、じゃあ行こうか。行こう。食料当面大丈夫だな。一個チョコにしてもいい具合かもしんないけども。あー、ラビット大根次第ね。でも5月あるんですよ。お祓いの中に。なんで、まあ、大丈夫でしょう。わかんないけど。あ、大根か。なんだっけ。乱れ大根？ちょっとそういうものは、ある、きついってことを、情報を得てるんですが。もういいや。うん。そう。ゲイズもきついらしいですね。まあ、あとは、俺が酔っ払いすぎないとかね。うん。操作ミスするとかね、そういうことがなければ。なければつか、多分ある。操作ミス治んないよな。ちょっと待った。いけるだろうっていうのは良くないな。ほんと良くない。あ、壁の毛なんか攻撃できる。できた。あ、待って、壁の中攻撃できるのかこれ、もしかして。壁の毛って。もしや。嘘。シュラン 92? 誰誰シュラン、俺、いつか行こうと思ってるんですよね。とりあえず、この男女攻略したら、浜辺で修行しつつ、高難度のダンジョン望もうと思ってるんですけど、そのダンジョンが修羅でもいいかなと思ってますね。92か。相当上手なんですよ、その人。上手な人でもきついんだろうな、やっぱりな。いいじゃないか。名前忘れました？ぶっちゃけ、この試練4プラスってどうなんだろうな、評価的に。批評的に言ってばいいのかな。アスカ並みの、傑作なんですかね。どうなのかな。俺的には、すげえ楽しいんだけど。意味ないんだよこれな。きつい的だよな。一つ目入れといてよかったよね。どうなんでしょう、皆さんの評価的にはどうなんですかね。まあまだこのゲームほとんどやってないからね、経験がまだ浅いんで何とも言えない感じですけども。オーラ消し読んじゃおっか、めんどくさい。配信強いね。あ、切らなくちゃね。